山口文造、山口文造、山口文造、男性、1902年1月10日から1978年5月19日は、1930年代から60年代にかけて活躍した近代日本建築運動のリーダーの一人であり、モダニズム建築デザインと同時に和風建築の名手であった建築家、東京、浅草生まれ、 祖父は、宮大工、父は、清水組、現、清水建設の大工投領。1915年、親の反対に愛不立一中、現東京都立日比谷高等学校入学翌日に、退学を余儀なくされ、東京高等工業、学校付属職工と定学校も工科大工文化、入学、現東高大付属校。同期には横川公務所に入り、構造技術者として活躍し、 山口の代表作である日本史海学専門学校付属委員の構え増設も担当した田中昭三がいる。1918年、東京高等工業学校付属職校徒弟学校を卒業し、父の仕事を継ぐべく清水組に入社、名古屋の工場や銀行の工事現場に配属された。しかし建築家に憧れ、1920年に退社、東京に戻るが、 戦後強行で、仕事の口が少なかったため、全く面識のなかった中条誠一郎の元へを仕掛け、館長への紹介状を書いてもらい、低新章永善家の製図校になる。ここで、山田守、岩本六たちと出会い才能を認められ、1923年、近代建築運動グループ、分離派建築会の一員となり、建築家への道を歩み出す。 関東大震災直後の1923年10月、製図工、仲間たちと共に、創社建築会を結成して新たな建築運動を展開し、近代建築運動に大きな影響を与える。1924年、関東大震災の復興事業を担当した帝都復興院を改組して、内務省に設けられた復興局協力課の食託技師となり、 主に震災復興の橋梁デザインに関わった、清洲橋、月屋橋、浜里急南門橋など。さらに、日本電力の食卓技師も兼務し、富山県の小川や黒部川のダムや発電所の建築や土木デザインに関わった、黒部川第二発電所、目黒橋、小屋平ダムなど。竹中工務店、石本菊池建築事務所を経て、1930年12月、 シベリア経由で等。その目的は、日本電力が建設していた黒部川第二、発電所関係のダムに関する推理技術調査であった。当時バウハウスをお辞して、ベルリンにいた、建築家、バルター・グロピュスのアトリエで働きつつ、ダム関係の調査、ベルリン在住の左翼系日本人たちと交流した。1932年に帰国して、 山口歌唱建築設計事務所を主催。日本史海学専門学校附属委員を設計し、1934年、春工、最先端のモダニズム建築として一躍注目され、1938年、黒部第二発電所関連の作品を発表して、建築家として、格好たる地位を築いた。番町集合住宅や小林邸、山田里志三郎邸、 西武与邸などのモダニズム建築を発表した。その一方で、大工僚寮の息子として、和風建築にも造形が深く、鎌倉城知事、関口亭茶席、画家、前田清村邸、小説家、林文子邸、寺邸など、木造の本格的和風住宅にも多くの修作があるが、これらは積極的には公表しなかった。戦中は、 各地の軍事工場に動員された工員たちの木造宿舎群をドイツで学んだジードルングになぞらえて数多く設計した。戦争による筆測の後、1949年に井の熊玄一郎と企画して美術団体の新製作協会に谷口義郎、前川国夫、丹下建造等と共に建築部を設立し、戦後の活動に踏み出した。1951年、 三輪の正弘、上田和豊と RIA グループと称して、集団建築設計方法の模索の後、1953年に共同設計組織として RIA 建築総合研究所を設立し、戦後のモダン住宅設計をリードし、劇団、新製作座文化センター、朝鮮大学高校舎、神奈川大学などの金欲的なデザインで注目を集めた。 RIA は現在は株式会社 RIA と解消して総合的な建築設計と都市計画コンサルタント組織となっている。日本では戦前に建築家が橋やダム等の土木景観、土木構築物のデザインに関わる例はいくつかあり、最初期が皇居二重橋や神戸港の施設群に、河合博志像、東京、日本橋の麒麟の彫刻、欄干、 照明器具等の装飾的デザインに、妻木より中、大阪や京都の宿改正などに伴う掛け替え、橋梁のデザインに武田五十一が関わっている例があるほか、1885年着工の琵琶湖疎水の場合設計者の田辺喜太郎の下で、滋賀県の建築技師をしていた小原増友が加わってトンネル口レリーフや水楼閣のデザインを、また五福京都丹野郷は、 東京市建築営前担当の田島つくりと福田重義らが検討している。逆に、フランスでエンジニア教育を受けて帰国後東京市の下水道計画に関わりながら後文部省に移り、建築家になった山口藩六の霊や札幌の学校土木工学科を主席卒業後鉄道院に入る鉄道技術者となった後、アメリカイリノイ大学大学院に留学。 鉄筋コンクリート構造を学び、卒業論文、鉄筋コンクリート作り強施設加工の理論と、実験に関する研究で、ドクトル・オブ・フィロソフィーの学位を取得し、帰国後、東京、万世教会で、日本国内初の鉄道高架橋の設計を、担当五官を辞して独立し、設計事務所を開設した、安部美樹氏のように、土木技師から建築家になるケースもあった。他に、 関東大震災の帝都復興事業における神宮外苑の街路等に佐野力が関与などのケースや地区家が公園をデザインするようなケースがあったが田中豊は協領デザイン担当として山田守を帝新省から引き抜き内務省帝都復興局に移って組織の一員として担当していたこの山田の引きで、 山口文造も引き抜かれ復興局の嘱託技師となる。橋の欄干、照明器具等の装飾的なデザイン、図面にサインありや橋の完成予想の投資図を描いていること、橋梁技師であるナルセシアルイは、山口本人の証言等から橋梁デザインに関わったことは確かである。なお、この仕事は、総務者メンバーのアルバイトでもあった、竹村慎太郎の談話、 お茶の水の聖橋は山田守のデザインであることは、その独特のアーチの形態からもわかるが、この計画の投資図を山口文造が描いている。隅田川の清洲橋、馬屋橋、小峠京等の投資図も描いているから、土木構造物を投資図に描いて、遺書を検討する役割を持っていたかもしれない。しかし、山口の話では、清洲橋の橋下とそこから跳ね出す。 歩道部分の構造について、その見かけを薄く見せるデザインに不審したというから、土木エンジニアとの共同作業もあったことが伺る。山口のデザインした橋に隙屋橋があり、その欄干の丸みが特徴であり、NHK ラジオドラマ、君の名は、の映画にも登場し、やはり山口が関係した朝日新聞社社屋、竹中工務店、石本菊池系、現存しないと好意地帯の風景であったが、 1964年、東京オリンピック前の河川埋め立てで消えた。古典的な遺症としては、浜利急南門橋が今もある。山口が土木デザインでその力量を発揮したのは、日本電力の仕事で、富山県の小川と黒部川でのダムや発電所であった。特に、黒部川第二発電所関係では、発電所は、もちろんのこと、対岸から、この発電所にわたる鉄橋。 目黒橋、上流部の小屋平ダムと陳謝池など一連の建築と土木デザインを真正面から行っている。黒部川渓谷の奥に施設を作ることは、風地保存上から反対意見もあり、親友、前川国夫の父で内務省の議官トップであった前川寛一に話をつけてもらう。小屋平ダムについては、 日本電力から東欧の費用が出されて、1931年のベルリン滞在時にカールスルーエ工科大学にダム推理の権威者、レイボック教授を訪ねて調査をしている太陽時の山口文造の蒸気術による、黒部東での山口の土木デザインには装飾的なものは一切なくて土木構造物そのもののダイナミックで金星の取れたプロポーションを追っており、 何枚ものデザインを試みたスケッチがある。なお、箱根の湯元にも小さなダムをデザインしており、今も現存する。出生時の戸籍名は山口拓起蔵。8歳で母片尾場の岡村家の養子になった。小学校4年の時、生命判断で文蔵に改めたが、話し家と同じ名前ということで、歌唱に改めた、通称。大正、昭和初期は、 岡本歌唱名義で活動。当直前に山口聖に戻り山口歌唱としたが、1942年に山口文蔵と改めた。戸籍名は滝蔵のままであったが、1957年に戸籍名も文蔵とした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。